リスケです。私立ジャスティス学園熱血青春日記2やってきましたけども、今回で何回目、6回目かな。一応今回で最終回にしようかと思うんですけどもね、最後に攻略するキャラクターはランですよ。ランもね、最初からずっと出てたキャラクターなんで、まあ最終回にふさわしいキャラクターなんじゃないかなと思うんですけどもね。前回がジャスティス学園に入学して京子先生、先生ですよ先生をね、何度か攻略しましたけども、最後はランもね、どういう感じの女の子なのかってちょっとまだ俺の中で読めてないんで、あの子がどういう感じで出れて、恋愛要素を見せてくるのかって、これすごく楽しみですね。さあ、毎度おなじみのこのオープニングこれはね、最後まで飛ばしませんでしたね。何回見てもね、やっぱ飽きないし、かっこいい、ね、これゲームが発売されたのが99年だったかな、いや、やっぱね、この、まあ、格ゲーの方のポリゴンはさておき、今見るとちょっとだいぶね、なんか古臭いなって感じだけど、アニメーションとかね、こういうキャラクターの個性の良さ、面白さっていうのは今やっても本当にいいゲームだなって思いますよね。一応ね、ランちゃんはこの青春熱血青春日記2から出てくる新キャラクターらしいですよ。ランちゃんとあと流れ先輩、今映りましたね、ニューカバー、この子ですね、ランちゃん。ランちゃんも割とこう元気っ子ですよね。でちょっとツンデレっぽいところがあるんじゃないのかな。だからその出れたところでね、どういう表情を見せてくれるのか、いやー楽しみだね。今回は何部に入ろうかな。一応最後だからね、最後だから、あの試験だとか、ね、その、まあ、ロイトの 50m 走とかね、そういうのもしっかりね決めていきたいんだけどね。それこそ桜戦もそうですよ。なんとかね、頑張って、ボーマンを攻略していこうとボーマンは関係ない、ボーマンは攻略しません男キャラでボーマン攻略するっていうのはどういう需要なのか分かんないからね、これも。それじゃあね、今回も頑張って熱血青春日記、青春感じていきましょう。それでは今回もよろしくお願いいたします。私立ジャスティス学園熱血青春日記2、さあそれじゃあ始めていくぜ。これね、ほんと毎回楽しいんですよ、やってて楽しさがね伝わってるかな、どうだろうな。さあもうね、慣れたものですよいやー、まずキャラクター作るところからね始めていきます。あ、そうだ、そんで今回男キャラにするか女キャラにするかっていうところなんですけども、順番的に言ったら女性キャラなんだけど、でもまあ最後だし男で行こうかなと思って。それにランはね太陽学園なんですよ。で太陽学園は以前日向を攻略した時に女性キャラクターで入ってるんで、今回は男性キャラクター大輔くんで、行こうかなと思いますよ。あ、でも委員長、今年も1年よろしくお願いいたします。6年目です。特にありません、大体分かってます。はい、委員長かわいいなぁ。そうだね、委員長ルートも用意しておいて欲しかったけどね。名前は毎度おなじみ、伊助、くーぼーたと、これでいきましょう誰だよ。はい、それじゃあね、呼び名は大助でいきますよ。これがね、本当に大輔って言われると嬉しいんでね。で、ランはね、太陽学園なんですよ。太陽学園。性別は男です。誕生日は自分の誕生日で。得意科目どうしようかな。数学とかにしてみようか。なんとなくだけど。俺全然得意じゃないけど。もう4の段ぐらいからできないけど。そうですね、じゃあ豪快なのに謙虚のくせに誠実、はい、これでいきましょう統一性のない、うわ
こんな髪型、うわなんだこれ、容器を感じてるね。あでもこれいいじゃん、なんかこういうねキャラクターいそうだしさ、顔のビジュアルはいつもと同じあのかっこいいやつにしましょう。あこいつだこいつ、うん、別かっこよくはないんだけど、で口やいいってやってるやつですよ。うんどれだっけな、あこれだこれ。あでもなんか別に悪くないんじゃない、やっぱ髪って大事だな。はいこれで始めていきましょう。さあ今回はね、今まで結構ランちゃんのイベントってやっぱスルーしてたんだけど、もうねガンガンランちゃんルート入っていきますんでね、やっていきますよ。さあまずは入学試験です。はい入学試験は前回全問正解したんじゃなかったかな、頑張っていこう今回も。エースは3年生です。はいわかるよわかるよ、入学できないのは、玉川南高校、さくらがいる高校ですね。はい、生徒会長ひょうは京介、あー危ない危ない危ない、焦るんだよちっちっちが。エッチは、下道高校です。はい、いよいよ落ち着いて体育教師は熱血ファイト、よしいいぞ問題、うん、男のプレーわからないっす。問題何人とかわかんねえよ。で、あ、夏夏夏夏夏、はいはい、問題、メガネをかけているキャラクターは次のうち、ボー、キョウスケ、正解、おー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 はめていないのは、ボーマン、正解、はい問題、ボーマンのことなら何でも聞いてくれ。五輪祭、あ、五輪祭じゃないっけ、なんだっけ、タイピー戦だっけ、あー間違えちゃった。あーでもまあまあまあいい感じじゃないですか。先生去年はどうもお世話になりました。先生のいろんな表情見ちゃいましたね。あでもまあパラメーターで見てもね、ちょっと攻撃力低いのが気になるな。入学式です。前回太陽学園入った時はですね、大子ちゃんでしたけども、今回は大輔くんですからね。お、バーツおはよう。うん。大輔くんの遅刻するぞ。うん。まだ1時間前だぞ。あー、また間違えてるのか。すごいレジャブを感じるよ。多分予想だけどね、日向も焦ってると思うんだよね。あデジャブってるな。うん、かわいいね日向ね。うん、こ男性キャラで日向を攻略するっていうのもね、ちょっとやりたい気持ちもあるんだけど、まあまあ日向トリックだったんでそこはね。日向とティファニーはもうレズ落ちさせましたんでね。おー委員長、あーいやここはいや謝った方がいいでしょやっぱりちゃんと、うん謝りましょう、パシャって捉えるでしょまたどうせ、うん。おー早田先生、お取られましたね。今回のお目当てキャラクターでございますよ。おーランちゃん、俺ランちゃんのこのポニーテールすごい好きなんですけどね。うん、かわいいですよね。うん、新聞部新入生初怒られ。これが僕とランちゃんの出会いです。結構他のキャラクターってみんなあのもう知ってる中から始まるんだけど、ランちゃんとか流先輩に関しては初対面からこう始まるっていうところがいいよね。うん、いい写真だったかどうかは分かんないけど、うん、そうだよねランちゃんもサボってんだよな、ジャーナリスト志望。うん、ランちゃんの好感度上げていかないとね。あ流先輩だ。いやーいつ見てものぺっとしてるなー流先輩はなー。うん、
部活どうしようかな。今回は去年はなんだっけ俺、あ、演劇部か。野球部とか入ってみる。あ、サッカー部入ろうか。バレー部も相撲部も入ったもんね。サッカー部今までなんやかんやってちょっと批判的なことを言ってきましたけども、市場的なところでプライベートなところで言ってきましたけども、サッカー部結構やっぱパラメーター的にも上がるんじゃないかな。それに何よりモテそう。サッカー部モテっから。それにあのマネージャーも可愛いですよね。マネージャーに関してもいろいろ言ってきちゃったけど、やっぱ可愛いもんは可愛いですよ。マネージャーの七瀬まりさん、こんなマネージャーいたらね。あー、すいません、カノフィアで最終すいませんって謝ることじゃないけどね。毎度おなじみ、七瀬まりさん、まりちゃん何年生かな。こんなマネージャーいたら男子高校生たまんないよ本当に。よし、サッカー部に入ろう。科学部はちょっとな、パラメーターあんま上がんない気がするからな。サッカー部、大輔くんサッカー部。お、1年生だマネージャー、いいね。防御力か。あ、いいじゃん、防御力一番少ないしね。なるほどなるほど、わかりました。爆裂ブレイド頑張ります。あー、これロベルトと同じ部活に入ってしまうわけだね。お、マリさん、マリちゃんか、マリちゃんよろしく。あ、説明は大体分かってるけど大丈夫ですよ。なんつってもね、高校6年生なの俺。了解です、マリちゃん1年間よろしくね。もういいね、可愛らしいね。俺こういうショートカットとかも好きですよ。俺何が好きなんだよ。好き好きばっかりだな俺。いやでも今回は本当ランちゃんですから、俺はもうランちゃんしか目に見てませんよ。見てません、ランちゃんしか見てませんよ。はい、遊園地です。おはようバス、ひなた、おはよう。ひなたはいつも元気だな、まさにひなたのような。はい、京介おはよう。風紀委員ね、学園物の風紀委員って怖いよね。すげえ強いよね。観覧車ね、はいはいはい。そうですね、いつもあのここであのランからのね、取材手伝ってっていうアプローチを断ってたんで、今回はその取材の お手伝い受けましょう。これこのイベントですよ、ずーっと断ってたんでね。こんなところに特大のさらしてるのか。私の手伝い、あの取材を手伝ってくれない。今回初めてランを手伝います。特にお電話ないし、いいぜ、手伝ってやるよ。お、いいね、笑顔がまぶしいね。どこに行くんだ。この曲いいよね、 BGM ね、ランのテーマだと思うんだけど。どこに行ったらいいなって掴めると思う。池なんてそんな地味なとこ行ってもダメでしょ多分。どっちかでしょ、世界最大級の観覧車、ジェットコースターじゃない。ランはなんかジェットコースターとかそういう動きがあるものの方が好きな気がするな、取り替えがある気がする。あ、でも世界最、ジェットコースター、ジェットコースター行こう。ランの性格上、そう、派手さでちょっとね選んでいきますよ。はい、ついていきます。おー、いいね、いいね。かわいいね。説明書き？ジェットコースター、ベガーって、あれじゃない、ベガから撮ってんじゃないのか。サイコドライブを搭載したジェットコースター。よくわかんないですけども。これ一緒に乗る流れか、俺だけ乗らされるのかなこれ。やっぱこうなんかツンデレキャラというか、こき使うキャラだねランちゃんね。なんで俺が
いいね、このドタバタ具合もやっぱりラブコメには必要ですよ。あでもなんか喜んでくれてるね。あ、大喜びしてくれてるって。ひどい目にあった。あ、よかったじゃないですか。じゃあ、なるほどね。じゃあ教室さあ、お、あ、このイベントも前見ましたよね。二人の会話に参加しましょうよ。なんか面白そうな話してるな。ほう、あ、なんだっけ、ひなたお前の噂だろうにしてみる。これ決めようか。ひなた、俺知ってるんだぜ。なんかやましいことがあんのか。ひなた、ケーキ5つも食べて腹壊してたの。ストーキングかな。あ、夏っちゃん。あ、なんかこの二人のコンビも面白いよね。なんか可愛い組み合わせだよね。ちょっと日向は怒っちゃったけど。まあいいんじゃないですか。5月です。中間試験があります。ランもね、なんか好きになってきた。俺もうラン好きになってきた。お、マリちゃんよろしく。サッカー部頑張りますよ。オフサイド、オフサイドで。全然サッカー知識がないから知らないけど、オフサイド、オフサイドでいきますんでね。お、いいね、上がるね、上がるね。お、もういいじゃん、いいじゃん。あー、にっこりまりちゃん、かわいいね。なるほど、なるほど。何が、防御力、攻撃力らへんをやっぱ上げたいですよね。あー、体力か。シュート練習しとくか。シュート練習、シュート練習。爆裂ブレドール。よし、いいぞ。防御力下がっちゃうのはちょっとまずいな。あー、なんかかわいいね。マリちゃんも試験頑張ってね。慣れないしいな俺。はい、じゃあ今月はどうしましょうかね。ランはどこにいるのかな。グラウンド行ってみましょうか。お、ランと大悟先輩はちょっと別の場所行こうか。ちょっとランちゃん探しに行きたいからね。どこだろう。体育館、体育館いるかな。あれ、ロイか。あれ、これ前も見たな。で、またボーマンだ。ボーマンレギュラーだな。いやいや、広いよ、広いと思うよ。俺、ロイはやっぱりね、ちょっと目の敵にしてるしね。やっぱ、来月か、タイピー戦でね、ロイとまた100メートル走争うことになると思うんで。そうね、今回も最後なら勝ちに行きたいですけどね。お、京介。忙しいから仕方ないよ。結構そっけないかな。うわ、なんだ、てん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 。うわ、なんかすげえいい感じになっちゃった、京介と。京介見た目がすごい BL 受けしそうな見た目だからな。気をつけないと。ほもくせえ感じになっていくぞ。そっちのあれは狙ってないんだ、俺は。はい、中間試験。京子先生、去年はお世話になりました。一緒にビール飲みに行きましょう。問題。はい。全部で8種類。よし。問題。根性カウンターが出せるのは、わかりませんけども。わかりませんけども。
わかりませんけども勘で、勘で早押しで何とかいきたいと思います。あ、これは愛と友情の2プラトンですよ。はい、四角、あれ、あー、押すボタン間違えた。へえ、下上、下上、はい、三角。はい、問題、熱血問題、わからないですけどもね。勘で、わからないのは勘で、最大9じゃなかった。はい、9。はい、いいよいいよ。問題、よいしょ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 。あ、これは終わっちゃっせー。あーちゃっせー、あっちゃっせーだなー、あっちゃっせーだなー、あっちゃっせー。すいません、今のはひどかったね。やっちゃったな。タイピー戦、ここ頑張っていこう。サッカー部でね、体鍛えてますから、でも知力はないっすよ、俺はもう。ねえ。うん。うん。よし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 。いいね、いいね、いいね、いいね。じゃあ、今月はランニングしましょう。体力上げましょう。うん。走れ、走れ。おー、いいね。うん。お疲れ様です。こんなマネージャーからお疲れ様です。応援してますなんて言われたらもうたまんないよね、これね。うん、うん。はい、また来月よろしくお願いします。あ、じゃあタイピー戦かな。ん、なんだ、うん、あー、これか。はいはいはい、ひなをね戻してあげるとき写真撮られるんですよね、これね。もうだいぶあれだね、分かってきたね、俺もね。うん、パシャパシャ、うん、ドシャーン。ちょっと最初に言う言葉がこれだもんな。大丈夫とかじゃないんだもんな。またいつものだな。これ危ないじゃないかの方がね、なんかいい印象だったんだよね、この前やったらね。こっちにしときましょう。俺は死んでたぞ、もう少し被写体の安全を考えて行動しろよな。うん、我慢しなさいよ。うん、いや、もうこういう衝突もあってこそだから。あ、いや、よかったって優しいところもあるんだよ、だからランちゃんも。ただツンツンしてるだけじゃない。人使いが荒いだけじゃないからね。俺ランちゃんのこういうとこがやっぱ好きだね。おー、いいじゃん。ひな救出の写真。お、いいね。おー、すげえ、よかった。いいね。いいこともして、ランの好感度も上がって。いいことづくめでございます。タイピー戦、これはほんとね、もう俺全敗してるから、罰に1回勝っただけか、ロイには全敗してるからね。いや、もう最後にいいとこ見せたいわ。うん、頑張ります。ほんとこのアメリカかぶれが、かぶれじゃねえか、本場か。ファッキンロイ、ファックアス、ファックアスミー、ファックアスミーだと違うな、意味変わってくるな。はい、ラン、うん、調子は任せとけ、俺に任せとけ、絶好調さ、ロイにあるけど勝たせてもらうよ。うん、うん、そうだね、ランちゃんの期待に応えないとね。たっぷりいい記事書いてもらうぜ。よし、頑張るぞ。この野郎、ジーパンめ。頑張るぞ。うわ、すげえ頭尖ってんな。位置について、おいよ、よい、おい、あお、焦るな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 、よい、はい、おい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 、おい、走れよ走れよ、大好き、走れよ走れよ、おーは、おい、ちょ、バカな、お前、おじいちゃんか。 100m 26秒、歩いたほうが早い。最低記録だよ、お前。お前、本当にさ、お前もう本当ひどいな。それみんなからこんな顔されるわ。お前いじめられるわ、こんなもん。こんな成績出したらよ。すいません。本当皆さんすいません。
一枚上手だったっていうか、俺なんだろう、あの剥離骨折、剥離骨折してたもんで、すいません、すいませんです、言い訳させてください。あー、ランちゃんすいませんっす。敗因は実力です、すいません、実力で負けました。いや、まあ俺の名前伏せてほしいんですけど、できれば顔隠し目隠ししてほしいんですけどね。あ、優しいな、ランちゃん。結構こっちが弱ってる時に優しい言葉をかけてくれるんだね。そういうとこ好き。俺もベタ惚れだよ、ランちゃんに。どうしようかな、物質行ってみる。おー、ランと京介、声かけましょう。何やってんのよ、二人とも。インタビューに付き合ってくれない。テーマは何なんだ。じゃじゃーん、じゃじゃーんって。風紀委員長、今日今語るクラブ無所属のシーン割とどうでもいいな。おー、サイピー戦活躍したんだ。てんこれ早くないんじゃないの。何か入れない理由でもあるのか。これちょっとランに協力してインタビューしてみようか。入れない理由でもあるんじゃないのか。いや、僕は、わあ、すごい、ずかずか心に土足で入っていくな。あ、怒ってんじゃん、京介。彼女は誰にも止められない。すごい呆れられたよ。お、マジっすか。いや、できれば俺も新聞部に入りたかったんですよ。アシスタントか。あ、ありがとう。上から上からで来るね。さあ、暑い季節になってきました。7月でございます。さあ、サッカー部。おお、そうですね、じゃあランニングしとこうかね。走ろう、とりあえず。まず足腰鍛える頃から何でも始まりますからね。よし。ああ、マネージャーからタオル渡されるって、うわ、憧れたわ俺、中学の時とかそういうの。期末試験か、頑張んないとな、これもな。はい、これ秀夫先生のね、制覇権をよけるやつですね。頑張りますよ。さあ、大輔くんはどんな感じのキャラクターになってるかな。あ、でもこの髪型、顔ままだし、もなんかあれじゃない、主人公っぽくていいじゃん。仲良しキャラクターもランだしさ。いいじゃん、いいじゃん。今までで一番まともなビジュアルだよ。よーし、頑張って避けますよ。おう、ティファニー、ティファニーにもお世話になりました。右下がやらしい。行くぜ。行くぜ。はい、よーい、はじめ。はい、はい、おいしょ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 、おー、いいね、決まったよ。よし、3回連続クリア目指そう。はいよ、はいよ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいね、はじめ。はい、はい、よいしょ、よいしょ、気を抜くな、なぜな、よいしょ、はい、よし、はい、できた。いいねー、ここまで決まった、決まった。お、すげえ殴った。よし、合格だ。いいね、いいね、これでパラメータも上がりますよ。ありがとうございます先生。よし、この後桜戦かー。
線やっぱ1学期の桜線はかなりきついからね。頑張っていこう。はいよ。ハヤト先生、いつも葉っぱ食ってんな。ハヤト先生。やるぞ。やるぞ。ファイナルラウンド。ファイト。はいよ。ああ決まんなかった。おりゃ。うわ、ちょっと待って。すべて一撃が食らわせたい。うわ、ちょっと待って。危ない。やれ。やばい。よし。諦めろ。諦めたね。すぐ諦めたわ。勝てねえって、だから、この一学期の状態じゃ。いやー、しんどいなー。さあ、この後は、7月13日なんだ？うん。お、ひなたちゃん。123。ひなたと委員長。はい。剣マスターズ格闘術。これやっぱあれだよね、ストリートファイターの剣のことだよね。さっきもベガとか言ってたしさ。さすがカプコン。最強竜格闘術。僕はまあじゃあ剣マスターズ格闘術だよね、やっぱりね。日向推しでいきますよ。はい。かわいい。なるほどね。さあ、今月はどこに行きましょうかね。はい、行くか。ランはいるかな？あもう、これだけでわかるわ。ボーマンだ。俺、このイベントは見なきゃいけないのかな。ボーマン。あれだろ、800回を3セットだろ？トレーニング一緒にやるよ。体力上がるからさ。ボーマン。もう、最後までね、このイベント見せてくれてありがとう。すごいな。ビスケット売り場でございますよ。この肉体は。ムキムキだよ、これ。よし、体力上がった。ボーマン。なんか結局、ボーマンが一番仲いい気がしてきたよ、俺。お、プール！プール、ランちゃんはどんな水着で来てくれんのかな。来てくれっかな、むしろ。あれ、ランいるか。あ、ランいた。ラン来てくれよ、頼むよ、ランさあ、どうだランちゃんの水着姿。おーエクセレント、いいね。水色。お、で、なんか、あれじゃない、なんかそんなさ、大きくもなく小さくもなくっていう感じで。いや、いいっすよ、俺好きですね。進めろよ。遅い。いや、俺もずっと見てたよ、これ。いいわ、ランちゃん。ランも水着だと結構割と、なんだなーとか。ねえ、久保田くん。パシャ、あ、新取られちゃった、また。鼻の下伸ばしちゃって。まさに鼻伸ばしちゃってたからね。いや、伸ばしちゃうよ、この水着姿は。可愛いよ、すごい似合ってるよ。なんか地味すぎず派手すぎずで、なんか普通な感じがまたいいよね。今回もなんかいろいろ写真撮ってるね。いや、可愛い、ニカッとしてる。適当に遊んでて一緒に行動するんじゃないのかよ。バシャバシャ。どうだろう、いいのが取れたか。変な犬かきみたいな泳ぎが一番良かったわ。これ俺実際問題そうだったからね。犬かきみたいな泳ぎ方してましたから。いや、でもなんかランも楽しそうだね。マスメちゃんの暴力っぽいさ。報道の自由か。
ああ言えばこういう。ああでもなんかいいねこのやりとりね。喧嘩するほど仲がいいっていうかさ、なんか仲良しだからこそできるやりとりだよ。お昼食べに行こう一緒に。うん、何がいい？お、焼きそば。なんかかわいい、この焼きそばの、焼きそばの後に伸ばし棒を入れたシナリオライターが言うの。焼きそばがすごいわ。うん。なんのペースだな。なんかギャフンと言わせる手はないかな。おお、頑張れ大輔。なんかギャフンと言わしてやれよ。なになになに？お、水鉄砲。いいね、いいね。背中を向けた時はお前さんの最後だぜな。クククッ。バシャッとかけてやれよ。はい、焼きそばお待たせ。そうね、なんかちょっと一泡吹かせたいね。ちょっとランが驚いてるとこ見てみたいんだ俺。うん、やっぱ焼きそばよね。うん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 、もぐもぐ、はい、ごちそうさま。早く食べなさいよ、行くわよ。よし、チャンス。ラン、お前はいい友達だったよ。だがこれでさよならだ。クラウピッシュー。じゃばいじゃばいじゃ。あ、あれあれ、私にはそんな VH でしないわ。あら、やっぱランの方が、あ、焼きそばの皿でガードした。あらららら。ドキ。おお、怒ってる。うん、怒ってるのも可愛いな。うん、グワッシュ。うん。それそれ、連れてやめろよラン。あー、なんかいいなこのやりとりな。かわいいな。うん、ランは私服ないのか。うん、あーでもなんかね、フフフっつって楽しかったんなら、まあよしとしてやるかな。うん、まあまあよかったじゃないですか。うん、いい感じの会話だったよね。ニヤニヤしちゃった、なんか。はい。さあ、どんな感じ？うん。もう結構上がりやすいね、やっぱサッカー部ね。体力バカになろうか。ランニングしていこう。うん。いいね、いいね。いいよ。あー、マリちゃんのタオル。ありがとうございます。いい匂いがする。うん。あ、クラブ変えませんよ。大丈夫っすよ。うん。マリちゃん一緒に頑張りましょう。青春の汗を流しましょう。臨海合宿。うん。はいよ。頑張りましょう。うん。このサンバカは本当にね。サンバカって言ったら、京介怒るだろうな。おぉ、ハヤト先生、相変わらず熱い。そうね、ここの選択肢ももう分かってますよ。うん。ここはね、死ぬ気で泳ぐと1位を取れるんでね、死ぬ気で泳ぎますよ。はい。死ぬ気で泳いでやるぞ。へへ、俺もやればできるもんだな。そんな感じで追い抜ちゃったよ。いててて、足がつったー。うん。まあね、ほんと危険だからね。あー、ラン。こっちの赤い水着もいいね、ランね。うん。パシャ。今の心境は？1位取っちゃいました。ありがとうございます。ヒーローインタビューでございます。うん。100メートル26秒だったやつとは思えない。1位取れました。うん。季節が外れの大雪かもしれない。待て、こいつ！キャー、報道の自由侵害。お前そればっかだな。どこがだ！なんかいいね。大輔くんとランちゃんはお似合いの仲じゃない？なんか。うん。これどうすりゃいいのかな。ここはランがどこにもいないよな。発展途上。うん、夏。おう、キュファネイ。これ困ったな。
ごまかして逃げても先生たちと遊ぶことになるからね。そうだね、じゃあここは日向たちと遊びますか。いや、夏たちと、いや、ティランダムルーレット、ストップ。あ、日向だ。太陽学園の生徒同士一緒に遊びましょうか。で、あれだろ、かき氷早食い大会だろ。大食い選手権。日向も人のこと言えない気がするけども。ああ、やっぱこれいいね。太ももがいい、太ももが。そうだな。京介と逃げるってやってみようか。たまには。たまには京介と一緒に。もう予約しないか。俺はギブアップします。まあ、何をするんだ、やめろ、モガが。うわ、なんか、BL 臭いぞ。ホモ臭がしてきたぞ。モガ、に、兄さんこんなキャラだったのか、京介。面白いな、お前。罰は相変わらずだな。優勝商品、コクリ。かき氷無料サービス券バターズコーン。なるほどね。これはバツたちとですよね、確かね。太陽学園です。はい。さあさあ、ランちゃん。実は花火を持ってきてるんだ。おう。ドライキーズでならないわね。ランじゃないか、全く。どっから湧いててたんだ。まあ、花火はね、写真撮っても絵になるから。先生には内緒なのか。これ打ち上げ花火じゃない。だロケット花火は×だよ。で、手持ち花火が日向、線香花火が京介、打ち上げ花火がランだと思うんで、打ち上げ花火いきましょう。はい、これがやっぱ一番派手だからね、絵になるよ。ほら、やっぱり花火出て、やっぱりこれよ。なるほどね、中途半端よくないな。ランらしい、バンバン打ち上げるわよ。オッケー、一応派手にやるか。おー、いいね。おー、いい青春の1ページになりましたよ。はい、今月はどこに行きましょうかね。おい、物質と。さてさて。おー、流れさん。流れさん、こんにちは。今からプールっすか。じゃ、頑張ってください。俺帰るんで、すいませんっす。お疲れです。体育館行きましょうか。ナツとロベルト。あれで、スポーツドリンクかなんとかじゃないの。はいはい。水分補給は何が一番か。はいはいはい。これ、輪切りのレモンがナツなんですよね。スポーツドリンク、ミネラルウォーター。ミネラルウォーターにしてみようか、じゃあ。ミネラルウォーター。え、なんでそんな失望されてるの。あ、そうなの。うわ。なんだろうな、この、つまんねえ会話。一線置かれてる感じがすんな、五輪高校のみんなには。あ、でもロベルトとは同じ部活だからな。夏祭り、ここでもな、ラン浴衣着てきてくれるかな。どんな浴衣だろう、楽しみだ。ラン、一緒に行こうぜ。来てくれるかな。またどうせカメラ持ってくんだろうな。おー、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいね、赤い浴衣で。で、いつもあれだ、頭にサングラスかけてるけど、それもかけてない、外して黄色いリボン。あ、いいじゃん、いいじゃん、似合う似合う。あ、かわいいな。ここ、ここ
うん、結構割となんだなぁお前いつもそればっか言ってんな大輔。うんね、ところくん、あ、また鼻の下伸ばしてるとこ取られちゃったなんだよいきなり、何変な顔して自分の魅力に気づいてないなぁ。ラン、ラン可愛いなぁ。夏祭りの取材に来たんだろ。うん、じゃあどこから回ろうか。うん、花火、あ、でも花火この前撮ったからな屋台の方がお祭りっぽいんじゃない。これ花火大会だもんな。だってこれ屋台を見て回りましょう。はい、屋台を見て回ろうか。いろいろやってみたいだから、なんか面白いものがあるんじゃないか。おー、笑ってる、かわいい。うん、ん、何かしら、なんだなんだ、ひったくりを誰か捕まえて。おーおーおー、なんだ、危険だ、危ないぞ、どうしたどうした、おらドキドキ、ひったくり怖えな。げっ、こっちになんかそれっぽいのが走ってくるわよ。ラン、ちょっと探せて。お、いいの大好き、かっこいいとこ見せろ。さあ、うかー、よし、よくやった、よーし、待った、いい、かっこいいとこ見せたよ、ランの前で。今の撮った、お、もうちバッチしよ。あ、おまわりさんが来たわよ。うん、えらいとこに出くわしたけど、でもかっこいいことしたな、よくやったよ。うん、正義の白回し蹴り、高校生ひったくり逮捕。おー、いいじゃん。うん、やったわ。あそうだね、スクープにもなったし、一石二鳥だよ。うん、よかったよかった。花火だったらどうなってたのかな、それも気になるな。今月は学園祭でございます。うん、あー、クラブは買えませんよ。うん、そのままです。はいはいはい、さあ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 、サッカー部の練習。どうもマリちゃん、お疲れっす。うん、よし、いいぞ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 。うん、そうだな、シュートレ、シュート練習しようかな。シュート練習、攻撃力上げましょう。爆裂プリゴール、よし、いいぞいいぞ。はい、お疲れ様です。マリちゃん、今月のタオルを今月のタオルをお願いします。あ、俺外れてんだ。うん、はい、了解です。お、なんだガラ、お、なんだラン、一体どうしたんだその足は。なるほどね、怪我しちゃったわけだ。あ、カメラ落とすわけにはいかないから、カメラをかばって自分から落ちたっていうのか。うん、自分を大切にしろよな、絶対こっちだよ。うん、バカ、カメラかばって自分が怪我したら何もならないだろ。な、そんなことしないだよね、私はこれでも真剣に。そういうこと言ってるんじゃない、いいか、どうしてそのカメラが大切だったんだ。あー、照れてる、かわいい、照れてる、あって、あー、照れてるな、いいな、照れてるな、いいな、もう一回言うよ、照れてるな、いいな、照れてるな、いいな、4回目です、もう一回言おうか、照れてるな、いいな、5回言いました。いやー、いいわ、やっぱ普段この元気なね、ランがちょっとこう塩らしくなってる、大切なフィルムが入ってたから、いいなぁ。うん。それを撮ったのはランお前だろ？だったらお前が無事ならまだまだチャンスあるじゃないか。はっ。うん。おー、いいこと言ってんじゃん、大輔。うん、そうだよね、私、あぁ、塩らしいランいいなぁ。塩らしいランいいなぁ。もう一回言います。塩らしいランいいなぁ。未来の嫌な可能性がある。先生、そんなこと言わないで。邪魔さないでくださいよ。ああ、もう、落ちてんじゃねえかな、これラン。うわ、いいわ。なんかこういう一面が見れたのが、いや、いいわ。じゃあ、どうしましょうかね。保健室。保健室にまたいたりしないのかな。あ、罰だ。帰ります。お疲れです。
どうしようかね。じゃあ体育館。お、うん、今度は何を狙っているのか。おいらん、今度は何を狙ってるんだ。し、大きな声出さないで、もう気が利かないんだから。お、夏か、なんて読んだこれ。うん、鮎原かな、夏。うん、え、いやいや、いない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 よ。なわけねえだろ、いるとしたらそれ俺だよ。うん、あー、もうじゃあ手伝いますよ。はい、うんうん、ロベルトじゃねえだろうな、なかなかハンサムうわマスコミだな。うん、誰なのその男。うん、あ、夏バレてたのか。そんな一番最初じゃねえか。うわ、かっこ悪ー、うん、あ、やっぱり兄貴、お兄ちゃんか。そうでしょ、あ、春お兄さん、春って名前なんだ。お兄さんいたんですね。じゃあね。ラン。でもランと夏の絡みっていうのもなかなか珍しいからね。レアな絡みでしたこれ。うん。もう勘弁してほしいよ。なるほどね。まあまあこういうこともありますよ。お、学園祭だ。うん。京介は演劇部なんかすごい役柄やってたよな。あとは喫茶店だね、ボーマンの喫茶店ですよボーマン店長の、うん、罰は腕相撲大会ですね。腕相撲大会全然勝てねえんだもんな。うん、委員長、うんうんうん、ダンス大会ね、はいはい、毎回恒例でございますけども、ランがいるのが生徒会室でしたよね、確か。生徒会室に行きましょう、じゃあ。ヒョウにインタビューしてるはずなんですよ。お、ヒョウさん、去年はお世話になりました。あざっす。ラン。うん。うんうん。すぐどいてもらおう。真相話してもらいますからね。すごいな、ランに、ランじゃない、ヒョウさんに突撃インタビューするランは相当すごいぜ。ヒョウさん怖いからな。ランの取材を手伝ってやりますよ。はい、うん、ヒョウさんちょっといいですか。うん、ああ、なるほどね、うん、ちょっとだけ質問に答えてやる。もうよかったじゃん。おう、やった、ありがとう。ほんじゃあどこ行きましょうかね。まあ一通り全部回ってるしな。お化け屋敷行ってみようか。確かエッジが怖がってると思うんですけどもギエーで、出た出た、本物の幽霊だ秀夫先生、あー、美術部の先輩やっぱ可愛いね。あー、はいはいはい、秀夫先生に手術してもらおうか何も関係ねえけど、うん、秀夫先生ですよね。うん、おおおおお、うん、お、また攻撃力かそれじゃあ腕相撲大会のリベンジ行ってみるか。うん、
そうだな、今回も罰相手にやってみようか。うん、罰と勝負。短期戦で全力を出し切る。いけ。うん、レディーゴー。うおー、ぐねー。え、ダメなのかよ。頑張れよ大輔。いつも作戦失敗してんなお前。どうやったら勝てんのよ。ダンス大会。うん、太陽学園のラン。よーし、ランと一緒にダンス大会だ。頑張りますよ。これね、毎回言うけどほんとこれ疲れんだこれ。このドキワクダンス。おー、ランじゃん、いいね、かわいい。集中集中。よし、頑張るぞ。かわいい。Hey brother、 さあご機嫌な、ドキュワクダンスが始まるぜ。準備はいいか。 Here we go。 やっしゃ、よし、行きます。 Ready。 下、上、下、上、下、三、下、上、下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 、ギュイチャ、ギュイギュイ。よし、チャチャチャ。よし、いいぞいいぞ。チャギュイギュイ。こっから難しい。チャ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 。違うの。チャ、違うのかよ。あー、やべやべやべ。チャチャ、違う。うわ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 。てってテッテギュイ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 。あれ、テッテッテテッテテッテギュイ。テッ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 テ。あ、やばい。テッテッテギュイ。あ、ギュイ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 。あ、やばい。あ、でもまあ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 、いい。ああ、抱擁したよ、熱い抱擁をしたよ。まあまあ良かったんじゃないですか。ああ、危なかった、途中ちょっとね、危なかったけどね。まあまあなんとか。うん、本日のヒーローインタビューです。スケ選手、現在の心境は。うん、いいねいいね、あくまでこのノリを貫き通してる。うんうんうん、それよかった。うん、おー、よかったね。いい学園祭になりました。学園祭毎回楽しいね。おー、なんだ。うん、よー、バツ。うんうんうん、はい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 。うん、なるほどね。誕生日プレゼントでも送れば。適当な4文字、頑張れ。10月です。サッカー部始めましょう、練習ね。はいよ。いい感じじゃないですか。シュート練習、シュート練習でいいか。うん、お、いいねいいね。うん、中間試験、あー、中間試験やだな、中間試験やだなって本当に学生みたいなこと言ってんな。もうなんだ、ボーム、分かったよ、カエルの解剖の接種は良くない。もう分かったから。レギュラーかお前、本当にさ。これ言うとボーマンの頬が赤くなってちょっと可愛いです。もうボーマン毎年ありがとうございました、本当に。すげえなぁ。ボーマンはなぁ。なんでこんなにボーマン推しになっちゃったんだろう、俺は。保健室行ってみるか。
あーこれ前見たから、ね、別の場所行きましょうかね。はい、体育館。さてさて、おら、またバツ。あ、じゃんけんだこれ。ひなたとじゃんけんしてますね。あっち向いてほいだっけ。あっち向いてほい。いっちょ勝負するか。よ、じゃんけんパーチョキ。はい、こうでパー。惜しかった。じゃあ行くぞ。あっち向いてシャッ。おー、勝った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 。泣いちゃうのかよ、ひなた。かわいいな。山盛りのお菓子。おー、やった。おー、すげえ、よかった。いいね。2学期中の試験です。はい。問題、頑張りましょう。知りませんね、そんなことは。そんなわかんない。よし、当たった。頑張れ俺の山勘。問題、よっしゃー、せーらっしゃい。おお、そうなんだ。問題、らっしゃい、らっしゃい。問題、らっしゃい。あれよ、おりょ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 、らっしゃい、らっしゃい。よしよし、髪をお許しください。よっしゃー、問題、よし、いけ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 、当たれ、問題、当たれ、頑張れ。よし、そこだそこだ、いいぞいいぞ、よしよし、ああ頑張った、よし頑張ったぞ、よくやった。まあね、山間で全問不正解じゃないだけいいでしょう。まあまあまあ、こんなもんですよ。変わりませんよ、俺は。こんなんで、わかんないですよ、本当に。五輪祭か。五輪祭でもね、かっこいいとこ見せたいですよね、ランにね。いい写真撮ってもらいたい。ほうほうほう。そうだな、防御力がちょっとな。あー、でも体力下がっちゃうの？いや、はーい、すごい悩ましいところだけど、あえてランニングにしよう。あえて防御力の低さを体力の高さでカバーしよう。はい、はい、ありがとうございます。五輪祭ね、頑張りますよ。じゃあどこ行こうかね。体育館。ああ、ボーマンか。いや、ラン探しに行きたいけど、いや、今回最終回だからね、ボーマンも大切にしよう。話しかけよう。ボーマン何してんの？ボランティアか。でかい募金箱だな。なるほどね。偉いね、ボーマンはね。もう手伝ってあげるよ。手伝うよ、俺も募金。終わった終わった。お、なんだなんだ。ミニ募金箱。おー、よかった。神のご用語はらんこと。ありがとうございます、ボーマン。おー、いいことするとやっぱパラメーター上がりますね。ボーマンいいやつだな。俺、ボーマンのこと好きだわ。俺、ボーマン好きだ。五輪祭頑張ります。何の種目やろうかな、今回は。お、ラン。お、今、大助呼びになってたね。もう、ラブラブやん。ラン、お前、デレデレだろ。お前、内心。あ、じゃあ、そりゃサッカー部なんだから、サッカー PK 戦に出ようよ。ロベルトに勝ちますよ。頑張ります。よーし、サッカー部の実力見せてやるよ。おー、熱いな先生。気合だー。お、アニマル浜口ですね。気合だ、強行。
いや京介だっつんだから同じボケをしたね今ね俺ねすごいデジャブを感じたよ。はい、俺はねランのために頑張るよ。ランのためにこの勝利をランに捧げよう。よし、気合が入ってきた。よし、頑張るぜ。いまいちあのサッカー PK 戦もな、このニュアンスが分かんないんだよな。ロベルト、ボッコボコにしてやるよ。手使ってやったよ。よし、いけ。爆裂スピードゴール。わっせ、やった。ロベルト吹っ飛んだぜ今。行くぜ、爆裂スピードゴール。よし、いやでもまあ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 、お互い今んとこっていう感じで、ほら行くぜ。いや、うわーしょ、あーちくしょー、惜しかったな。行くぜ。おいおい、マジかよこいつ、引くわ。俺の爆裂 V ゴールをくれ。爆裂 V ゴール。え、うそん。うそー、ちょっと待ってくれよ。全然だよお前もう。ここだ、バクルブイゴー。はい、もういいっす。もういいっす、負けだ負け負け、俺の負け。いやーダメだな、勝てねえわ。うん、前バレーやった時な、ちょっといい成績いったんだけどな。最悪だ、うわ、また痛いか。すいません、うわー、すいませんっす、ランちゃん、すいません。うわ、相変わらずこういう時冷たいな。うん、バレーの人かな。冷たいな、すいません。またみんなにな、悲しい顔する。うわ、先生、すいません。はい。はい。まさか最下位とは。ああ、ひなたの優しさがなんか、胸に染みるな。うん。いや、わかんねえんだ、あのニュアンスが。どういう感じでやりゃいいのかよ。はい、12月クリスマス、ここだね。ほんと毎年ここだから、12月クリスマスはカップルの季節。よーし、楽しみだぜ。プライベートじゃ全く縁のない季節でございますけどね。はい、うん、パラメータはね順調にいい感じに育ってますよ。シュート練習、はい、はいよ。あー、なるほどね、期末試験もあるね。はい、了解っす。マネージャー可愛いね。期末試験、よーし、これも頑張るぞ。京子先生の攻撃をガードするやつですね。はい、頑張ります。おー、大好きくん、おー、やっぱ爆裂 V ゴール使えるようになってるよ。さすがサッカー部、春一番でなんだろうな。お、×。行くぜ、診察してあげるわ。診察してもらうわ。よー、はい、始め。下のガードが難しいんだこれ。よっ、うよ、上。よっ、上。よっ、上。よっ、上。お、上ばっかだな。はい、ストップ。ストップ、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 はっ、あー、これが避けらんねえ、これが避けらんねえだね、早いやつ。ほい、ストップ、ストップ、はっ、あれ、今、あー、今タイミングかな。はっ、はじめ、はいよ、うっしゅえ、ストップ、上、下、ほりゃ、は、よ
くわもらったもらったすげえ蹴ってる。まあでもね、合格でございます。よかったよかった。この後桜戦ですよ。でもね、いい感じでパラメータ上がってるし、ちょっと今回いけんじゃないかな。何よりね、あの爆裂 V ゴール使えるっていうのが大きいと思うよ。あの技ね、使えるんだ、本当に。よし、頑張るぞ。そのセーラー服、赤く染め上げてやるぜ。よし。お、またバスだ。これかなぁ、もっとな。あの、桜みたいに連打攻撃みたいなのができればいいんだけどな。うまくいかないんだよ。ほい、ここだ。ブリードよーし、こっか。よーし、よーし、いいぞいいぞいいぞ。すげえ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 。決めろ決めろ決めろ、決めちまえ決めちまえ。大丈夫、俺には爆裂、まあ、爆裂ブリード、あー決まれ、やばい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 、油断するな、やばい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 、ここだよ、よーし、勝ったよ。初めて2ラウンド目で勝てましたね。うわー、よかったわー、お、嬉しい。いいよ、こちらこそありがとう。おー、いいね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 。いや、これ桜に勝つと嬉しいんだ。俺もだんだんあれじゃないかな、格ゲー上手くなってきてんじゃないかな。調子乗んなって。あ、誕生日じゃないか、来てくれるかな、ランは。はい、今開けます。あー、やった。わ、なんだ、大好きのバースデー写真いただき、あー大好き、あーあー、もうね、独身男性に染みるね。染みますよ、この感じ。どうしたんだ、いきなり。誕生日ですよ。おう、前から出そうと思ってたんだけど、機会なかったから。おい、なになに？おー、入学式の時の写真。写真撮ってたな。あー、あの時の写真を誕生日に持ってくるか。あー、いい伏線だね、これね。だから、写真撮りやすかったわ。そっか、入学式もだいぶ昔のように感じるけども。そうね、入学式が1時間ぐらい前に感じるよ。いや、ありがとうね。その時の写真をわざわざ撮っといてくれたんだね。ああ、嬉しいな、青春の1ページ。そうだな。入学式のスナップ写真。いいね、ここに来て。この写真がね、もらえるっていうのは嬉しいですよ、なんか。どこ行こうかね、じゃあ。体育館。いやー、もう、レディー、ハッハッハッ。あ、ロイはやめときます。はい。じゃあ、物騒。はい。さあ、ボーマンがいるか。ラ、あ、なんだ、ラン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 。ランラランラン、ランラン、ラン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 。どうした、ラン。ナイスケ、脅かさないでよ。誰を狙ってるんだ？なになになに？なになに？どうしたの？照れちゃって照れちゃって、なになになに？ずいぶん歯切れが悪いな。これ下じゃない？モデルになら俺がなってやるよ。ちょっと、ランは多分、俺狙ってると思うんだよ、もう。こっそり、だから俺、だから物質の体育館ってやっぱ近い場所にあると思うんだよね。体育館が出てきたところを、ラン写真撮ろうと思ってたんだけど、そこを見つかっちゃって、はい、もう行きます、はい。モデルになら、俺がなってやるよ、これです。仕方ない、俺が一肌脱いでやろう。何の特集か知らないけど、モデルになら俺がなってやるぜ。いいね、このツンデレ的な感じ。でも本当は俺だと思うんだよね、これ絶対ね。探して、待って、おい、なに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 、なんだよ、おい、かわいいな。せっかくだし、あんたも撮ったらいいな。ちょうどヒューも謝ってるし、もうこれはキュンキュンですよ。おー、ね、いいね、らんね。
ろいろ写真撮られちゃって、あ、余ったフィルムって言ってたくせにフィルム交換していっぱい俺の写真を撮ってるってわけ。うわ、もうベタボレじゃん。しかも機嫌が良くなってるってさ。あらららら、もうどうすりゃいいっすかね。これはもう俺照れちゃうわ。1時間近く続いた。ほらほらほら、もうやっぱもうなんだ、おいランお前かわいいな。うわー、なんつったの、付き合ってやるけど、ランラララン、素晴らしいね。いやー、テンション上がった今。あ、エッチ、はい。あ、パンね。あ、パン買ってきてあげるよ。いいよいいよ。うん。エッジにパンあげるとナイフもらえるからさ。あ、これ焼きそばパンだったよね、確かね。うん。焼きそばパン買ってってあげるよ。喜んでもらえてよかったよ。エッジのナイフを手に入れた。危険なやつだな、本当に。お、やった。すげえ、やった。さあ、クリスマスかな？よし、ここだ、ここだ。ここでランのベストショットを狙っていくぜ。うん。わお、アメリカン？おう、太陽学園のみんなだね。アキラー、アキラー、へぇー。何もねえのかよ。五輪高校の皆さんもね、どうもありがとうございました。はい。先生方もね、本当にどうもどうも皆さん方。はい。あーらーん。どうも。いつもね、写真撮ってくれて。うん。俺の撮った写真飾ったりしてんじゃねえのかな、もしかして。そういう乙女チックなことしてねえの？いや、いいね。今回、流さん結構空気だね。ヒョウさんともちこちです。ヒョウさんには頭が上がんねえっす。すいません、怖いっす。ヒョウさん怖いっす。それブドウジュースっすよね。ブドウジュースっすよね、それ。うん。さあ、長庭に行きましょう。長庭には立派なクリスマスツリーがあります。誘うのはランラン。ランラランランラン。クリスマスツリー見に行こうよ。うん。おー、もう大好き。おお、そんな芸能人とかまで来てんのか。プロスポーツ選手に取材しちゃった。これ私もメダデビューってところね。うん、それは良かったな。サンタからのプレゼントってところか。おお、いいね。気が利いたこと言ってるね。うん。あ、そうだね。そうやってみれば髪を下ろしてるね。あ、だから大人っぽく見える。うん、かわいい、かわいい。おお、照れてるよ、照れてるよ。そう、そんなに大人っぽい？大人っぽいよ。うん、かわいい、かわいい。結構イケてるぜ。いつもそうしてればいいのに。ああ、なるほどね。いい絵になると思うよ。ああ、いいね。このロマンティックな BGM ほんと好き。私の次第に付き合うなんて。俺は、ランと一緒だと楽しいから。ランと一緒にいるのは楽しいからさ。ああ、特別に今後の私の次第に立ち会うことを無条件で許可してあげるわ。おお、いいね。ああ、わあ、綺麗。ああ、ここです。毎回ほんとここ、この点点点が俺毎回ほんと好き。はい、ここがベストショットですね。ランのベストショット。いや、いいですね。おーおーおお、たまには写真に残さないで心の中だけにしまってある出来事があってもいいかなって。なるほどね。自分の気持ちっていうものは写真に撮れないからね。今ランが感じている気持ちは、そればっかりは写真に残せませんよ。今ランがどんなことを思っているのか。俺と二人っきりで。クリスマスツリーを見て。
つい次元が立つのを忘れちゃえば、どうしてかしらね、どうしてかしらねっていうのは多分本音だと思うよ。まだ自分の中でこれが恋なのか何なのかって分かってないんだと思う。やっぱランってあんまりそういうことにね、疎い方だと思うんだよね、恋愛事に関してはね。いや、よかったね。乙女の葛藤が生まれてますよ。やっぱね、その乙女の葛藤が一番女の子はいい顔するから。はい。あ、今日のことやろ。はい。恋愛神社に行きましょう。恋愛したくてしょうがねえから。はい。うん。俺が会えるのは、俺が会えるのは、ランだと思うんだよね。さ、ランはね、着物着てきてくれるかな？うん。ん？妙に騒がしい？おうおうおう、パシャパシャ。うん。おーおー、いいじゃん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 。おん、これも大人っぽく見えるね。お、綺麗だよ、ラン、やっぱり。似合うね、そういう服装も。初詣。ああ、かわいい。かわいい。今、もう、かわいいな。あげましょう、おめでとう。うわーあー。あーっす。あーっす。あー大丈夫か、俺。大丈夫か。うん。なんて読むんだよ、これ。すごいね。去年から。うん。あー、すごいな、それは。ああ、かわいいな。いいね。晴れ着似合ってるよ。ああ、もう自然と一緒に行動してるもんね。ああ、もうナイスコンビだよ。いや、いい仲になってますよね、これね。ただ、結構女の子で悩むのがさ、今すごいいい関係、仲良しになってるから、この関係を壊したくないって思っちゃうんだよね。そういう悩みが生まれる子だと思う気がするな、俺、ランは。でもそこはやっぱり、写真には残らない自分の気持ちをね、サッカー部の練習しましょう。はい。頑張りますよ、今月も。そうですね。じゃあ、ランニングしましょう。はい。体力を上げるぜ。お疲れ様です。いやー、クラブ買いませんよ、ここまで来て。一回もロベルトになってねえな。クラブ中に。はい。そのままです。はーい。さてさて、ラスト3ヶ月ですね。お、なんだ？教科書忘れて帰るとこだったよ。おお、なんだなんだなんだ、ランの机の上にアルバムが置いてるぞ。何が映ってるんだろう。これなんかいい予感がするな。俺これいい予感がしてきた。おお、入学式。あ、ひなに助けられたやつとか。あ、ひなに助けられちゃう。俺がひなに助けられてどうすんだ。俺がひなを助けたやつの写真とか。はいはいはい。おお、全部の写真に俺が写ってるぞと。あーしゃ、おーす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 、すいません。アルバム見ちゃいましたけど、これ全部の写真に俺写ってますよね、ランちゃん。おー、なになに、なんか気づいたことない？ずいぶんたくさん撮ったな。これやばな。あー、これ下だよな、これ。いや、正直に行こう。ランも今正直に素直な気持ちになってるから、これ、俺のアルバムなのか？うわぁ、いい曲がいい曲がいい。うわうわうわ。俺の写真だけを集めたアルバムなんだ。違う？その通り。なんでそんなことするんですか、ランちゃんは。そうだよね。たくさん写真撮ったもんね。おおおおおおお、いや、もう出れてるよ、これ。いけるよ、もう。
うん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 。おお気持ちがこもっていれば被写体が輝いた瞬間を閉じ込めることができる。こんなことを実感できたのはあんたのおかげだ。ありがとうね、ダイス。あーす、おーすげーこれ。あ、卒業するまで増え続けるか覚悟してね。あーもう、いやもうこれ、いやもうこれ付き合いましょうよ。これ告白だよ、もうこれ。うわーすげーなー。このキュンキュン具合は来たなぁ。これちょっと久々にな、久々にな、久々に来たよ、久々に。あーすっげーテンション上がっちゃったよ。どうしようかな。じゃあ物質と、あーすげー、あ、日向か。ごめん、もう今は日向、ごめん、もう俺もランしか見えねえわ。俺ランだわ。どうしよう、教室とか行ってみる？いや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 、俺のアルバムだよ、俺のアルバム読んでんだよ、きっと俺のアルバム読んでんだろう。手作りナッツチョコレート、あ、バレンタイン近いから、もしかして俺に作ってくれるバレンタインチョコを作ろうと考えたんじゃないですか。え、女の子なんだなって実感してるんだよ。うわー、どうしようかな。本命の相手はいないのか。余ったらぜひ俺に本命聞いてみる。言ってみよう、攻めよう。それよりお前本命の相手はいないのかよ。そっちに力入れた方がいいぜ。あんたに言われなくたって。ああ、ほほほほ。やるときはやるんだから見てなさいよ。お、わかりましたよ。ラン、1ヶ月後楽しみにしてるぜ。すごいなこれ。いいゲームだね。これいいゲームですね。あー楽しい。走ります。はい、そろそろ体力ゲージマックスなんじゃないのかな。いいねー、ランね。お、来ましたよ。さあランの本気が見れますかね。どうだろうな。チョコレートをもらえるんだとしたら、ランからのチョコレートが欲しいな。さあどんな感じで来るかな。お、はい大輔、取材のテンションできたか。じゃあな、ラン。あ、いいね、このやりとりもね。毎度おなじみドタバタコンビって感じで。もう男性諸君に感想を聞いて回ってる。男性との泣き笑いって企画を組もうと思ってね。嫌な企画だなそれ。血も涙もない企画だな。大輔もらえたの？ああもちろんさ、たくさんもらいすぎて持ちきれないからタクシーで帰ろうと思ってるくらいだよ。そう、じゃあこれはいらないわよね。ああ、なになになに。俺が博士です、ありがたく頂戴します。あ、いいね。このテンションで渡されるのもいいね。で、感想は？とっても幸せです。あは？なに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 ？あ、ナイスゲー。それ、義理だけど手作りだし、義理だけど義理は反対の意味なんだからちゃんと食べて。どういう意味、どういう意味、ラン、それどういう意味だ。それ義理だけど手作りだし、義理だけど義理は反対の意味だからちゃんと食べてよ。え、あ、もちろんだよ。義理は反対の意味、義理の反対ってなんだ。鈍感主人公。お、日向からももらえるのか。ありがとう、ありがとう。いや、いいねー。やっぱギャップだな、女の子ってな。いやー、
たまらんですな。うん、嬉しかった。ラン1ヶ月後のホワイトで期待して待ってろよ。ランラン、ランララランラン、ランよし、それじゃあ今月はどこに行きましょうかね。屋上、秀夫先生の場所には行かなくていいわ。じゃあ保健室。ランが寝てんのか。おっぱいだっちゃ、おっぱい注射注射。え、話聞かせてよ。夢の中でもインタビュー。いたずら。スクープ、かわいいな。耳元でなんか支えてやれ。あー、これ真ん中でしょ。よーし、ラン、あなたが好きな人は誰ですか。おい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 お
い、なるほどね。うん、よくわかんないけど大丈夫です、いけます。うん、なるほど。100回んなもんできるわけねえだろ。おう、よし、気合入れていこう。よーい、スタート。よいよいよっと。おお、80もやってるよ、すげえな。あー、マネージャー嬉しい、ありがとう、頑張ります。うん、前に行った時はかかとです。はい、あ、かかとじゃねえや、膝だ。うわ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 、しかもマリ呼び捨てかよお前。うわ、全然何にも分かってなかった。違うんだよ、言い訳させてくれよ。俺もランちゃんのことで頭いっぱいなんだよ。俺ランでもう、ランにやられたわ。あー、ラン以外考えらんねえな、もうな。あー、すげえな、これも。あ、はいはいはい、頑張りますよ、最後の練習もね。はいはいはいよ、はいよ、じゃあまあランニングしましょうかね。深いため息ついちゃった。本当にタオルが必要なぐらい汗かいてるよ俺今。本当に熱血青春日記、熱血するなこれ。熱血するし青春感じるし、いいゲームですね。これ本当にね。よし、学年末試験頑張るぜ。まあちょっと卑怯な手は使わさせてもらうかな。コンボとかできないからな俺は。うん、いいね。
爆裂 V ゴールスーパーエキサイティングキック。なるほど、そんなできるんだね。はぁ、ジーパンが頑張りましょう。行くぜ、自分が眩しいぜ、俺も眩しいぜ、よーい、始め、俺の青春の時期、はい、先生食らってください。ブリゴール、おー、いいね、攻撃力が出たらすげえ食らうよ。始め、行きます、はっ、おぉ、すげえそんな技か、これ。始め、空中でも戦いだったな。ほいっ、エキサイティー、おぉ、危ねえ、ギリギリだったな、今そこまで。うん、なるほど、合格でございます。秀夫先生じゃねえ、隼人先生も1年間ありがとうございました。お疲れ様でした。うん、多いな、いいね。さあ、次はいよいよ、ホワイト？あれ？ホワイトデーじゃないね。その前になんかあるようです。うん。あ、スイートファイター3。ここに来て、秀夫先生が、ゲームセンターに行くところです！正直に言うと褒められます。はい。ホワイトデーでございます！多分ね、この日朝起きた時から、ランはね、ドキドキしてると思うんだよね。3月14日だけど、もらえるかな？思ってると思うんだよね。そのドキドキ倍にして返してやるよ。ん？どういう意味だ？よく分かんなかったけど今のは。はい、ちゃんとお返ししますよ。心理文部のインタビューなんだけど、ホワイトデーにどんなお返しをしたか聞かせてくれないかな。気の利いたこと言ってやれ、ここで大輔。うん、口が達者なとこ見せてやれ。今度はホワイトデーの特集か。大輔か、いらないよ、あんたのインタビューなんて。強がっちゃって。かわいそうだからと思ってチョコをあげたのに、私にお返しもしないなんて。あんた自分で生意気だと思わない？どうせ他の女の子にもあげて、他の女の子にでもあげてイチャイチャしてたんでしょう。ああ、もうすごい嫉妬の塊じゃん。ははは、誰にもあげてないよ。今から渡すんだからな。おー、いいね。はい、これ。いい。何を今頃、遅いじゃない、待ちくれだめ、やっぱ待ってたんだ。ごめん、なあらん、取材は明日にしろよ。一緒に行きたいところがあるんだ、付き合えよ。いいね、こういうこと、恋愛事になるとちょっとやっぱ弱気になるランがすごい。うん、中に入ろうぜ、ちょうどいい時間なんだ今。観覧車に乗ろうぜ。うん、綺麗な夕焼けだろ。あ、おう、なんかこの表情初めて見た。あ、私、バカだよね。どうした？せっかく大好きがこんなに気を使ってくれようとしてたのに、さっきはあんなこと言っちゃって。ごめんね、私のこと嫌いになった。あ、もう弱気なところがすごい女の子らしくて、いいなぁ。そんなさ、嫌いになるわけないだろ。なあ、ラン。お、なんか気の利いたこと言いそうだぞ、大好き、頑張れ。なあ、ラン。さっきのインタビューだけど、俺は、一番大切な女の子に夕焼けをお返ししましたって答えにしとくよ。素晴らしい、大輔素晴らしい、100点満点の回答だお前。何が急に、バカ。でも嬉しいよ、ありがとう。あ、もう俺の体力が持たねえよ。もうあんなに体力ばっか上げたのに、ランニングして体力ばっか上げたのに、俺の体力が。今のセリフもう一回言ってよ。いきなりだったから録音してなかったのよ。お願い。やだよ。ダメ。そういうのは一回きりなんだからよ。一番大きいのするからね。一緒のお願い。ふふふ。よかった。ランも喜んでるみたいだし。いやー、すごいな。たまらんです。たまらんでした。いやー。そうね、このね、この勢いでさくらもボッコボコにしてるからよ。よし、行きます、頑張りますよ。そのセーラー服赤く染め上げてやるよ。明日の一面飾ってやるよ。お前の負けじゃ死んでな。やるぞ、よし、ファイナルラウンド、ファイナルラウンド、正真正銘ファイナルラウンド。
玉木は愛と友情のツープラットに行くぞ。危ない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 、ここだ、行け。あれ決まんなかった。俺、この俺のサッカーボールをくれ、俺のサッカーボールをくれ、俺のサッカーボールをくれ、俺のサッカーボール、俺のサッカーボール、俺のサッカーボールをくれ、俺のサッカーボール、俺のサッカーボールで鍛えた、俺のサッカーボール、俺のサッカーボール、俺のサッカー、きたねー、こいつきたねーよ、やり方が。こいつすげー卑怯な手して最後勝ったなー。全然爽やかに終われねえわ。でもまあパラメーター的にはね、かなり強いキャラクターにはなったと思いますよ。大輔くん良かったんじゃないですか。ラスト終業式でございます。まあ俺にとってもこれは本当に終業式、卒業式の意味を込めてる終業式ですね。俺のジャスティス学園の卒業式はこれです。はい、最後はあの子と一緒にね、ラブラブツーショットを撮りたいと思いますよ。さ、どうだどうだどうだ、ガラガラガラ、ラン、まだいたのか。お、なんだなんだ、2冊目の俺のアルバムか、すごいな、もう2冊目になってるのか、めちゃくちゃ撮ってんじゃん。あ、さあどうしてあなたたちがこんなにたくさんあると思う。そりゃよく俺がランと一緒にいるから映ってることも多いだろう。ああ、やっぱり何も分かってないわね。なんだなんだ、最初はね、わあ、なんかいいねこの雰囲気、すごいいい雰囲気です。ここで BGM がないってのもね、すごいいいですよ。でこのランの困った表情、いいですよ。でも聞いてなかった。ああ、来ました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 、来てますよ、来てますよ。なんだ、そうさ、そうさ、置いてあげた。あんたの写真をこんなの撮ってたのよ。すごい勇気出していってるね、ラン。頑張ってるよ。頑張れ、頑張れ。ラン。わかりました。ランのね、その勇気に応えますよ。ラン。わかってないのは、ランも同じだよ。俺は、もうその答えを伝えてあるよ。ホワイトデーに一緒に行った遊園地の観覧車の中でね、ランは俺にとって一番大切な女の子だってね。わー、泣いちゃう泣いちゃう。ここでこの BGM の入り方、泣いちゃうこれ。うん、本気にしちゃうけどいいよね。当たり前だろ、俺はいつでも本気だよ。お、初めてじゃない？一緒に写真って。うん。あー、本当にラブラブツーショットだ、最後。うわ、いいなー、これなー。あー、いいよ。パシャ。これね、二人で自撮りみたいな感じで撮ったんだろうね。パシャって。あー、いいねー。よかった。綺麗に撮れてるわよ。うん。私たち付き合ってますって感じの写真よね。うん。でもそれって大スクープじゃない？なるほどね。おいおい、やめろよな、そんなの恥ずかしいだろ。冗談に決まってるでしょ。今日撮ったこの写真はどんなスクープ写真よりも大切な私の宝物だもの。ありがとうございました。素晴らしいな。いや、よかった。あー、そっか。いや、うまくね、このランのね、カメラマンっていうところと写真っていうものと恋愛っていうものをすごくよく絡めたいいシナリオだったと思います。ラン可愛かったな。いやー、ちょっとびっくりするぐらい可愛かったですね。いや、やっぱね、あの最初はやっぱそれこそ俺もランと同じ気持ちですよ。一緒にいてなんかバカやってるのが楽しいからっていう気持ちだったけど、だん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 ね、本気になっていっちゃったね。いやー、本当にね、写真には撮れないものってのはたくさんありますよ。いろんな思い出がこれからも二人はね、作っていくことでしょう。きっとこれから俺だけのアルバムじゃなくて、俺とランのツーショットのアルバムが
何冊も何冊もずっとこれからも増えていくことでしょう。めでたしめでたしですよね。ハメ撮り写真を台無しだよお前、もう台無しだよお前。ハメ撮り写真はダメだろお前。いや冗談はさておき、本当にね素晴らしかったです。シリーズジャスティス学園熱血青春2期2、まあね、女の子のキャラクターをメインにねこうやって攻略しましたけども、前も言いましたけども、自分を男のキャラクターにして男を攻略することもできたりしますから、いろんな需要があるジャスティス学園ですからね、このゲーム本当に面白いです。うん、古臭さを感じさせない最高の名作ゲームだと思いますよ。そして何よりエンディングのビタオイサオの歌声が素晴らしかった。真のヒロインはビタオイサオでございました。ありがとうございました。はぁ、疲れたな。疲れたよ、ほんと毎回これ編集なしに一気に撮ってるからさ、疲れちゃったよ。お疲れ様でした委員長、本当にね1年間いや6年間ありがとうございました。今回と愛と友情の2プラトンは、ランはどれだ、ランはどれだ、ランはどれだ、あれランどれだ、ランどれだ、ん、ランいないね、あ、ランいないんだ、あー、じゃあボーマンで。ボーマン、最後の最後にボーマンで。はい、まあボーマンともいい、あいついいやつだったからさ、いい関係になれると思うよ。ぜひねボーマンエンドを見たい方は、このゲーム実際にプレイして、ご自身でお確かめくださいませ。はい、以上でございます。本当ありがとうございました。最後に大輔くんがどんなキャラクターになったか見てみましょうかね。うん、おいいじゃん、攻撃力高い、いいね。爆裂 V コール春一番ありがとう。